羽生結弦さんが命を削り届けてくれるリプレイ横浜公演。今公演の最速抽選チケットの当落が1月25日に発表されると予想通りの大落選祭りとなっていたのですが、中には見事当選された方々ももちろんいらっしゃり、その方々が取った方法に注目が集まっています。25日18時に発表された今公演最速チケットの当選発表、多くの海外ファンもチケ取りに参戦していると見られており、これまで同様当然のことながら大落選祭りとなっていたようで、 SNS 上にはその悲しみに加え負けずに戦い続けていくことを綴る投稿が。しかし幸運にも当選された方々もいらっしゃり、その方々はファン歴の古参や新規に関係なく、羽生さんへの愛情の強さで変わることもなく、さまざまな手段を講じているようで、今回は見事当選された方々が普段から行っているチケット申し込み方法を調査してみました。まずはチケット抽選の一般的な仕組みからご紹介させていただきますが、莫大な申し込み数ということもあり、当然のことながら抽選はコンピューターが担っており、そのプログラムの中には重複当選をさせなかったり、席の並び的に少人数の申し込みを当てはめたりする事項が。これらのことを考慮し、多くの方々が取り組んでいらっしゃるのが複数申し込み、単純に確率を増やすことにつながるのですが、この時注意しているのが名義や住所、電話番号などといった情報で、これらの情報を異なるものにした方が当選しやすいとのこと。そのため家族や友達、また羽生さんファンの方々で徒党を組み、複数申し込みをされる方々も多いようです。しかしチケット購入サイトの多くは転売目的などの購入を避けるため、同じ IP アドレスからのアクセスを監視していますので、ここにも注意が必要とのこと。分かりやすく表現するのであれば、同じスマートフォンやパソコンなどからの複数申し込みは残念ながら弾かれる傾向にあり、さらには同じ Wi-Fi 化であった場合、スマートフォンやパソコンを別にしたとしても弾かれてしまうので、キャリア通信での申し込みが有効だそうです。羽生さんへのこれまでの声援や変わらぬ愛を叫ぶことはもちろん大事なことなのですが、これらの有効とされる手段を講じた上で見事当選されている方々が多いようで、今回残念ながらチケットがご用意されなかったという方々にぜひ挑戦していただきたいと思います。なお25日20時からは一般チケット販売がすでにスタートしていますが、28日終日までと短期間での申し込みですので、急いでもう済まされた方々もいらっしゃるとは思いますが、こちらも抽選となっていますので、ぜひ紹介させていただいた方法をご活用ください。もちろん多くのファンの方々が使用されている方法ですので、最後はどこまで行っても運。ぜひ転売ヤーの姑息なチケットを購入することなく、正々堂々と羽生さんに会いに行ってください。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。分かってはいたけど当然のことながら落選。でもファンはチケットを手にするまで絶対に諦めない。当選している方をちらほら見かける。皆さんが本当に羨ましく誇らしい。皆さんがチケ取りに挑んでいてかっこいい。落選続きは本当にしんどくてつらい。それでも羽生さんにお会いしたいのです。皆さんは単日で申し込みましたか？それとも2日間ともですか？どちらの方が当たりやすいんだろう。先行チケットより一般の方が今回は落選が多そうな気が。新
当たりやすい席とか取り方とかあったら知りたいです。これからはどこの席でもいいから座らせてください。で、選択肢が必要だと思う。横浜のホテルも新幹線もバッチリ確保。あとはチケットのみなんです。羽生くん、どうしたら当たりますか？一般販売の結果は2月1日なのね。まだ申し込んでないけど、何度も何度も挑戦させていただく。誰かお友達になりません？そうだ、くよくよなんてしてる暇はない。羽生くんのチケットの申し込みにリベンジだ。羽生くんのチケットはいつだって厳しくて泣いてる人たくさんいる。本当に多くの人にチケット当選してほしい。これでもし羽生くんのショーで申し込みを先着になんてしたら、サバ落ちどころかチケットセンターが大変なことになっちゃうよ。別に羽生さんが悪いわけじゃない。あまりにも人気がありすぎるからなのだ。チケットは残念ながら落選でした。それでもライブや配信もあるし、羽生くんファン恵まれてるよね。最悪チケット当たらなくて現地に行けなかったとしても、羽生くんが大好きなことに変わりはないので心配しないでくださいね。すんなり当たったら逆に大丈夫って心配になるくらいのレベルですね。チケットが欲しい方の手に羽生さんを心から応援されている方にチケットがちゃんと届きますように。チケ取りの難しさは辛いけど、ファンとしての誇りでもあります。自分の推しがたくさんの人に愛されてる、それって素敵なことじゃないですか？